今日のテーマは運動不足の方でもできるお腹痩せエクササイズをお伝えします。お腹痩せするときって皆さん腹筋などお腹の筋肉だけを活動させてお腹をへこませようとされると思うんですけども、お腹の脂肪っていうのは体の体幹のインナーマッスルを全体的に動かさないと脂肪は燃焼しづらいんです。インナーマッスルというのはお腹や背中、横腹、あとお尻周りの筋肉などを合わせてインナーマッスルというんですけど、そこを全体的に動かすことによって効率的に脂肪を燃焼することができますので、早速皆さん一緒にやっていきましょう。それではエクササイズに移ります。足は肩幅に開いていただいて、両手を横に開きましょう。このまま体を左右に回していきます。この動きを30秒間繰り返します。それではエクササイズに移ります。足は肩幅に開いてください。そのまま両手を広げてお腹をクッとへこましましょう。へこましたまま体をこのように回してプロペラ運動を行います。30秒いきましょう。よーい、スタート。まずはしっかりと体を動かしていきましょう。そこからこうやって日常生活で体をひねるという動作があまりないので、こういう運動をするだけでもここの体幹の腹斜筋とか足の付け根の腸腰筋がしっかりと刺激が入ってお腹がへこみやすく脂肪が燃焼されるということなんですね。しっかりと最大限までひねるということを意識しましょう。はい、 OK です。次はそのまま左右に体を倒していきます。これを30秒やっていきましょう。よーい、スタート。この時もお腹をへこましたまま行ってください。緩めちゃダメですよ。しっかりとへこまして動かす。あと足や骨盤が動かないように注意してください。このポジションのまましっかりと体を倒す倒す。しっかりここに効いてれば OK です。こうやって動かしていきます。はいはいはい、OK です。次はそのまま体を倒す、反る、倒す、反る、これを30秒いきましょう。よーい、スタート。これもお腹をへこませながら行いましょう。あと足全体でやっちゃうと全体が動いちゃって効かないので、骨盤は安定させたまま上半身だけで折りたたむ、反る、折りたたむを意識しましょう。骨盤の上で行うようなイメージです。ふふ、上半身だけの動きなのでそこまで大きく動かないと思います。はい、 OK です。次は体を45度ひねったまま上下に動かします。これも30秒いきましょう。よーい、スタート。こうですね、体を45度ひねるだけで使う筋肉がガラッと変わります。この時もお腹はへこましているようにしてください。ふふふ、体をねじることによってこの腹斜筋が縮んだり伸びたりが結構すごいことになっているので、しっかりと動かす動かす動かす。はいはい、 OK です。それでは反対側も行います。体をこちらにひねって体を倒す、起こす。30秒いきましょう。よーい、スタート。ほほほ、この時も足や腰が動かないように上半身だけで上半身だけで上半身だけで、この上げてる手がまた疲れてきますね。しっかり腕は下ろさないように上げて上げて、で骨盤の上で体を反る、折りたたむ、反る、折りたたむ、お腹をへこまして、はい、 OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。皆さんいかがでしたか？エクササイズが終わった後は体が結構ポカポカしていますよね。お腹痩せの動画って腹筋をメインに行うことが多くて、腰に痛みがある方は少し負担が大きいと思うんですが、こういう動作だったら腰に負担がなく優しくエクササイズができると思いますので、効果を実感した方は2週間続けてみてください。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお会いしましょう。ではまた、バイバイ。